どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。タコテンさんのコースですね。トロールスライクマウンテンクライマーズ、山登りの騙しコースということですかね。で、説明文にレッツトラベルウィズバウザークラウンって書いてるんですよ。これを訳すとクッパクラウンで旅をしようってことだから、クッパクラウンが主流となった騙しコースなんじゃないんでしょうか。いや、それは珍しいよね。いいところに目がつくじゃねえか、タコテンさんよ。かなかなキモいんだよ。で、クッパクラウンはところどころ変な顔してくれるから、それも面白いんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.81%。 そういや、最近ソファーを買ったからクッションカバーが欲しくて家具屋さんに行ったんですよ。その時に他のソファーもチラッと見てみたんですよ。そしたらさ、今のソファーって座面がめちゃめちゃ長いんですよ。なんでかって思って調べてみたら、今のソファーは足を上に乗せるために作られたソファーが多いみたいですね。お前が乗ってんじゃねえよ、ガイバクバブル。いや、それすげえ感心したわ。いや、確かに僕もソファー。何よ、スタートした瞬間左に行ったからダメってか。もう大丈夫。いや、確かにそれすげえいいなと思って、僕もいつもねソファーの上で足上げるからめちゃめちゃ欲しくなりましたね。この中か。やべえ、キャビコースの予感がプンプンするね。ソファーの話してる場合じゃねえ、ゲームに集中しようぜ。こっちに行っても何もないなら合図をかわせっていうことだけど、上に行った瞬間すぐ逃げれるかな。それやめた。おいおい、まだ始まったばっかりだぜ。すでに面白い罠を持ってきてくれちゃってよ。こんなのメインディッシュ級でしょ。よーし、クッパクラー。右に行き過ぎてはいけない、そういうことだ。なら左から行っちゃおうか。左、うん、左は特に何もないのね。じゃあ右に行くしかないじゃん。これ乗れる？助けてー。この上赤い土管が2つあったよね。そこに入れっていう感じなんじゃないかな。左は入れそうにない。右も入れそうになくね。え、これどうすんだろうね。一旦ジャンプして左行ってみようか。あ、これで大丈夫なんじゃない。毒キノコ様進ませてくれよ、ちょっとぐらいさ。だが、もう行き方分かった。ここで右に逃げれば大丈夫。そしてこの土管に入れば問題ないのさ。全然進まんって、こっから。じゃあジャンプしてここでジャンプ連打すればいいのかな。そして土管に入っていけます。やっとこの画面終わったぜ。ちょっとピー。食材な真似をしやがって裏にクマを置くなんてよ。だが一度分かればもうこっちのもんなんだよ。さあ行こうじゃないか、クマクラ。クマクラ、落ち着け、落ち着け。俺か。なかなかやるでねえの、タコ店さんよ。君はたこ焼き何をかける派だい。返答次第によっちゃ私の怒りの鉄拳が飛ぶぜ。私はな、ポン酢派なんだ。串に刺すのは俺ってか。たこ焼き、たこ焼き言ってるからさ、このクッパクラウンとマリオのコンビがたこ焼きに見えてきました。ちょっとはみ出たタコのたこ焼きがあるじゃん、あれ。で、あのキノコ取っちゃっていいのかな。上からなんか降ってくる予感しかしねえって。いや、絶対取らなくちゃいけない。何も降ってくんだよ、頼むから。よっほっほっ。え、本当降ってこないの、おっそ。そんなに引っかかるかよ。何やってんだ俺は。ちょっと聞いたことがあるんだけど、関西のたこ焼きってソースがついてないってマジな。いや、ついてるやつも売ってるとは思うんですよ。でも基本は出汁で食べますって聞いたことがあって。いや、こっちはねソースが普通だからさ、すごい珍しいなって思います。出汁は出汁で美味しいんだけどね。 USJ とか行った時、確かにソースとかついてなかったような気するんだよな。あっ、えっ、ビビっちまってジャンプしたじゃねえか。あれ、右に行けないよ。頼むって、クッパクラ、おい、なんて、もう何やってんだお前。中間ポイントを目の前にして何をやってんだ、ピオキング。ちゃんとせ、ノブは突っ込んでろ。ここは真ん中だったら隠しブロックあった、なんか左だったら大丈夫。やったいや、中間ポイント早いね。危ないな、あのブランコも。そいつ当たったら下に落とされたってかい。ちょっと引っかかってみたかった気持ちもありますけど。真ん中に行ったらトゲメットが出てきましたよね。このトゲメットも越えていけるかな。下にいた瞬間右に進んでいく。オッケーオッケー。トゲメットここまで来いよ。デブー、どうやってあのデブロス避けんのよ。一旦右行ってここですぐ左に避けろってか。ああ、なるほど、これでよかったのか。さあ沼に入っていこうぜ。で、こいつは乗れる。じゃあいいんだそこに。いや、でも乗れなきゃ先に進めないよな。うわ、乗れるじゃん。さっきは自分のミスだったんだね。だからこのブロックを壊しいの壊しいの。いや、右からなんか出てくるかもしんないもんな。一番下壊そうか。この辺だったら大丈夫。あ、下の方だったら大丈夫って思うじゃん。ならなるべく右側で壊す。で、魚、魚は一旦やっつけておこうか。こいつら邪魔だな、後で絶対邪魔してくるって。
気持ちいい。で、この球を避けるってか。うん、何、急にシューティングゲーム始まったんだけど。なんだよこのシューティングドロールコース、ありそうでないコースだ。めちゃめちゃ面白いんじゃねえか。だが私、マリオメーカーだけじゃなくシューティングゲーも得意ですからね。いやいや、シューティングゲーだけじゃないさ、パズル、オートゲー、なんでもござるよ。サチューが取ってくれるのか、頼む、シリアット、やった。で、上のクマクラになっちゃって、本当に楽しいコースを作ってくれるね、タコ大さんよ。タコ大さん、今度ノコノコカーが主流のトロールコースでも作ってみないかい。やるとは言ってないですけど。なんだよ上のハテナブロックは、すげえ気になるじゃんか。絶対やる、絶対行かない方がいい、こんなところ。でも気になっちゃう、僕行っちゃう、食べちゃう。もう騙しコース配信すんだ。でもこの動画を見てくれてる人の中で10人ぐらいはスッキリしたんじゃないかな、あのハテナブロックの中に何があるかなって。でオンオフを変えなきゃいけないよな、絶対なんか降ってくるって。急にわーとか言っちゃったらごめんね、もうそうされるようなコースなんだから。ほらね、言った通りになったでしょ、何でもお見通しなんだから僕は。なら上に行っちゃってみようか、隠しブロックあるね、左はなさそう。え、この毒キノコすげえ邪魔なんですけど、これ左に行けってか。あれ、隠しブロックがある。え、じゃあどうやって行くんだろうな、ここ。左回るか確認してみようか、左回る、なら右回るんじゃない、あるね。え、このまま下に降りちゃっていいのかな。グバグラ、よく戻ってきてくれたね。下にはハエ筋肉、そもそもバネが落ちてくる時点でオンオフが変わってるっぽいね。じゃあこのハエ筋肉は避けれますか。お前ちょっと踏んだやんか今、追ってくんなよ。お前まだ来んのか、今やられた、落としたじゃん、くんだくんだ。マジで害虫あいつ。あ、待て待て、クッパクラウン一緒に行こう、落ちたらまずいと思うよ。じゃあこの10コイン今逆らけで、オンオフがある、オンオフした瞬間すぐ左で逃げようか。でこれで先に進めるのかい、またオンオフになって落とすなよ俺よ。よし、さあ次の場面行こうか。え、またシューティング、このシューティングは結構簡単だと思いますけど、危ねえ今ビビってジャンプしまった、これジャンプ癖直さないといけないな。で次は長くる、上から来そう、うわどうしよう、もう一気に駆け抜けちゃう、いけー、お前はなんだ。お前邪魔なんだよさっきから。あいつずっとずっと追いかけてくるんだよね。じゃあここは右に行き過ぎない、ワンワンが襲ってくるからね。でクリーボーも襲ってきたのはさっき見えた、なんかワンワンのタックルが意外と早いんだよな、だから早めに右に行っちゃおうか。これで大丈夫、もう襲ってくんなよ。おっ、やべえ、なんか引っかかるよ、ガシガシ、ジージー、来た来た来た、頼むゴールド、ゴールド。いや個人的にこれめちゃめちゃ好きなコースでしたね、やっぱり乗り物が好きなんだろうな。すげえ楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、Pスイッチ禁止&マグナムキラーから逃げろ。このコースはタイトルの通りだと思うんだけど、めちゃめちゃ珍しくない、 Pスイッチは発動させたらいけないし、さらにはマグナムキラーから逃げろとか、そんな面白そうなコースよく作ってくれたな。だがクリア率がとてつもなく低い、めちゃめちゃ難しいコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか、クリア率は 0.28%。普通の P スイッチ禁止コースはよく見るんだけど、そこに何か一つ加えるだけで楽しそうなコースになっちゃうんだよな。どんなコースなんだろうね。さあ始まった、ナイス発射神経。だからこのキラーから逃げ切りながらこの P スイッチも押しちゃいけないんだね、意外と余裕があるもんなんだな。で下は、今のはずるいでしょ、これは初見殺しだわ。さあ今度は P スイッチが動いてますけど、この P スイッチの、あ、悩んでたらいけないんじゃない、常に走りながら行けみたいな。あー、なるほど、それで行けるのか。さあドアに入りましての中間、ありがとう。え、クリア率が 0.28% だったけど、これは意外とサクサク進めませんわー。
下は見えないって言ってるでしょ。せめてピンスイッチがどこにあるかだけ示してくださいよ。今度は左、これは抜けれるかな。ギリギリいける。え、今遅いところあった？めっちゃ早く行けたつもりなんだけどな。ここでジャンプ C の、ここも右ダッシュ C の。お前早くね。わからない、ここをどうやったら一番早く行けるかわからない。あ、ジャンプしなかったらいいのか今のところ。これで間に合う。それはわかるか。これマジで難しいわ。っていうか喋れないぐらいしか言えないのよ。人からさ、包丁を持って追いかけられるとき、ちゃんと喋りながら走れる？いや絶対無理だよな。それと一緒ですよ。さあここはどこに行けばよかった？それ教えろ。左を審判がダメなら右を審判してみようか。いい加減にさ。だが分かったぜ、一マスの隙間に入れっていうことなんでねえの。ここ、あ、いや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 、うわ、すげえ叫んだ、やった。もうゴールだ、いいよ。何これ、左に戻れっていうことなのかな、それとも上に行ってみようか。なんかこっちあるね。うわ、すげえ嫌な予感がする。さっきの左の方に戻ればいいのかな。じゃあこっち行ってみようか。下は何もなさそうだもんね。こっちに行くと、どこに何があるの？ゴールは？もしくは中間はどこ？この上に行ってみようか。やっぱりこの右下怪しいんじゃない？こっちは何？シャーラいや、すげえ難しかったですね、このコース。でも本当に楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。クリボー大量発生、ゴール自由権、クリボー全員倒してからゴール。説明文は、あ、What? あみたいな感じだと思うんですよ。酔わなくていいって、その説明文で。このクリボーが画面いっぱいにいて全員倒さなくちゃいけないコース。最近似たようなコースをやったんですけど、それはマリオブラザーズスキンだったんだよね。今回は 3D スキンなんですけど、サムネを見てください。画面の左端にバネがあるでしょ。あのバネがきっと攻略法の鍵になってると思うんですよ。だけどうざいこともしてくるんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.16%。 さあ今回はクリボーが何体いるんでしょうかね。ゴール条件はクリボーを92体も倒してからゴールで、バネがあったと思うから一旦しゃがんでおいてみようか。もうやめていい？てっきりバネで跳ね返ってくるもんだと思ってた。じゃあ左か。無理。この一マスの隙間に入れない。なら隠しブロックか。すぐジャンプどけ。え、隠しブロックないの？じゃあ左の一マスから行けっていう感じかな。でもあの一マスの隙間入るのめちゃめちゃ難しいと思うんだよね。ちょっと左行ってみる。はいはい、攻略を見つけたぞ。なんだ、またこのパターンか。じゃあこの隠しブロックさえ叩けばゴールができるっていう感じなんでねえの。残り時間は300秒もあるね。いや、これ分かったわ。ここで待っておけば勝手にゴールができると思います。ここは早送りしていいんじゃないかな。ずっとこんな場面を見せるのもあれだしね。さあクリボーがあと何体、40体もいるのか。意外と長いのね。でこれ最速が40何秒ぐらいあったから、何やってんのこのドンガリコンガー。すいません、変な失態を見せてしまいました。いや意外とクリボーって強いんだよな。世界中のマリオプレイヤーはクッパとかよりもクリボーにやられた数が一番多いと僕は思ってる。でこの 3D ワールドのクリボーってちょっと止まったりするんだよね。マリオブラザーズのスキンと全然違ってさ、その止まるのがマジで厄介なんだよね。で踏もうとしたら止まってやられますみたいな。まあまあこれは絶対ゴールできたでしょう。いや違うんだった。キモいな、こんなにたくさんクリボーがうじゃうじゃしてたらさ。集合体恐怖症の方ってこういうのに恐怖を感じるもんなんかな。僕はね、幸い集合体恐怖症とかじゃないんだけど、タピオカドリンクも飲めないって聞いたことがあるんですよ。いや厄介ですよね、その体質は。貴様早くクリアせって。ただクリボーを踏むだけじゃないか。でもね、この 3D スキンのクリボーマジで踏むのが難しいのよ、ほんとに。で、にゆっくり行こうか。残り3体1。もう丸めやめろ。すいません、もう変な動画映しません。ちゃんと1体ずつ倒そう。ボンミスはもう絶対ないように。なあ、もう立てつけろこの雑魚か。その雑魚に何回やられてんだよっていう話だよな。いや楽しいコースでした。ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。見事最速を取ってやります。